本日のストップ高銘柄はこちらになります。一つずつ解説していきます。ザ・グローバル社は、分譲マンション、不動産投資、ホテル、マンション管理などをしている会社です。急騰した理由は、アスコットが連結子会社であるザ・グローバル社の株式を SBI ホールディングスに譲渡すると発表したからです。トリコは、e コマース事業、メディアデジタル事業、イベント事業、漫画出版事業、書店運営事業をしている会社です。急騰した理由は、おそらく漫画アプリ、ピッコマが上場すると発表したからだと思います。チエルは、教育用ソフトウェア、ネットワーク及びシステムの企画、研究開発、コンサルティング、操作要員、技術要員等の指導者育成などをしている会社です。急騰した理由は、教育委員会が管轄する学校の通信状況を一元管理できるネットワークの統合通信可視化システムを8月31日から提供すると発表したからです。藤田コーポレーションは、飲食店の経営、食品製造販売事業、宝くじの売りさばきなどをしている会社です。急騰した理由は、農業に参入すると発表したからです。大阪床工業は、精密蒸留精製をしている会社です。急騰した理由は、わかりませんでした。地域新聞社は、地域新聞、発行事業、地域新聞へのチラシ折り込み事業、販売促進総合支援事業をしている会社です。急騰した理由は、エンジェルトーチが筆頭株主になると発表したからです。鈴代シンワートは、コンピューターソフトウェアの受託開発、開発支援、ソフトウェア製品の導入支援、アドオン開発、人事給与を主体としたアウトソーシング事業、並びにデータセンター&クラウドサービス事業をしている会社です。急騰した理由は、運転前アルコールチェック&検温クラウドサービスの契約デバイス数が8万台を突破したと発表したからです。大谷工業は、配電、通信専用化線金物、ケーブルテレビ防災無線用金物、両羅の製造、販売送電鉄塔、無線鉄塔などの事業をしている会社です。急騰した理由は、電力価格が上昇したからだと思います。ホーブは、種苗事業、生花卸事業、バレー所事業、運送事業をしている会社です。急騰した理由は、わかりませんでした。スターツ出版は、メディアソリューション事業、書籍コンテンツ事業などをしている会社です。2連続ストップ高となりました。急騰した理由は、1から3月期の経常利益が増加したと発表したからです。新東は、和風京風瓦の製造及び販売などをしている会社です。4連続ストップ高となりました。急騰した理由は、決算で事前予想を上回ったからです。毎日、ストップ高した株の解説をしています。今後も継続してほしい、また見たいなどあれば、ぜひ、チャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。